皆さんこんにちは。今日は韓国の女子大学生がおすすめする韓国のオリブヤングのおすすめのアイテムを紹介しようと思います。オリブヤングに入ったら本当にいろんなアイテムがあって悩む方いますよね。そんな方はぜひこの動画を見てください。まずはスキンケアです。これは私が実際に使っているアヌアチャジャンナムペッドです。これは水分感がいっぱいでめちゃくちゃいいです。次はメディヒルのシートマスクです。本当にいろんな種類があるので皆さんの皮膚タイプによって選んでください。このようにセール中のアイテムもあるのでぜひ参考にしてください。これはラウンドレップというブランドなんですが、おすすめのスキンケアブランドなのでぜひチェックしてください。このタットジというブランドも製品が全体的におすすめです。次はベースメイクアップです。これは私が実際に使ってるやつなんですが、キルカバーとニューパンウェアクッションです。私が中学生の頃から今までも使ってるやつなので皆さんもぜひ使ってみてください。これは私の周りの友達がよく使ってるエスプアのプロテイラーシリーズなんです。これはこのクッションもいいしパウンデもめちゃくちゃいいです。これは多分韓国で一番有名なシェーディングです。トゥクルフォースクルのシェーディングなんですが、自分の皮膚のトーンによって3つで分けてます。次はアイメイクアップです。アイシェドウから紹介します。クリオのプロアイパレットです。これは実際に私が持っているんですが、本当に必要な色だけある感じのめちゃくちゃいいやつです。おすすめします。アイシェドウで有名なエデュードです。その中でもこのプレイカラーアイズシリーズが人気なんですが、私は上のやつをもっとおすすめします。次は皆さんがよく知ってるスタイルランダのアイシェドウです。マルティアイカラーパレットなんですが、これは本当に私の周りの女子大学生の友達がよく使ってるやつです。いろんなカラーがあるので皆さんの好みによって買うことができます。これは私が本当におすすめするコスノリのロンエクティブアイリッシュセラムです。まつげにいいやつなんですが、本当に本当におすすめです。そして全体的なアイメイクアップはクリオをおすすめしますが、ブロウペンスルとキルレッシュスーパープルプマスカラです。この下のウォータープルーフペンシルライナーシリーズもいいし、スーパープルーフライナー、カラーブローインレッカーもおすすめです。次はリップです。リップはまずローメンが有名なんですが、その中でもジューシーレスティンティントとゼロベルベティントが有名です。このようにクールトーンとフォームトーンのベストリップがあるので参考にしてください。ペリペラもリップで有名なブランドなんですが、その中でもやっぱりインクドベルベット、このシリーズが一番有名で人気です。私のおすすめはセンギデラン、プンジャルデラン、そしてシムジャンポッキャです。エスプアのリップも友達が実際によく使ってますが、このデイリービーガンティントリップもおすすめです。そしてメイクほど重要なのがクレンジングなんですが、このアリアルシリーズのクレンジング全部おすすめです。このポンズクリアクレンジングは友達がおすすめして買ったんですが、本当に綺麗にクレンジングができてめっちゃおすすめです。次はヘアケアです。皆さんヘアケアに興味がある方多いと思いますが、このアノブのシリーズ全部おすすめです。その中でも私はディープデミジトリートメントを今も使ってますが、めちゃくちゃいいのでおすすめです。ぜひこのシリーズ全部使ってみてください。
次はビューティーツールズです。皆さん、オリーブヤングにはブラシなどのいろんなものを売ってますが、全部私もそうだし韓国の女子大学生が実際によく使ってます。その中で私のおすすめはこのアイライナーブラシとアイシェドウブラシです。この下のクッションパップたちもめちゃくちゃいいです。このアンモリヘアロも私が今使ってるので皆さんにおすすめです。皆さん、オリーブヤングに美味しいものも売ってること知ってましたか？オリーブヤングだけ売ってるのでここで買ってよく食べてますが、まずはこのハニーバターベーグルチップです。ハニーバターの味がしてめちゃくちゃ美味しいです。その次はプロテインカステラチップです。これもカステラの味がしてめちゃくちゃ甘くて美味しいです。次はボルグリアカなんですが、これは前にめちゃくちゃ人気でした。ここまで皆さんに本当におすすめするオリーブヤングのアイテムを紹介してみました。バイバイ。